お世話になってます、ちゃんちゃんこです。ホグワーツレガシーは20時間やって、今デパルスを覚えるところです。おっそ、3月になってようやく気温も暖かくなってきたということで、今回は逆に背筋がゾクッとする最新ホラーゲームを10選ご紹介したいと思います。動画を見てみて、このゲームが怖かったとか、いや全く怖くないわ、このゲームの方が怖いとかあれば、ぜひコメントで教えてください。それでは早速どうぞご覧ください。グレイヒルインシデント。以前他の動画でも紹介したホラー作品ですが、先日発売日が決定しましたので改めてご紹介させていただきます。開発とパブリッシャーを務めるのはリフジアムゲーム。不気味なエイリアンから逃げ、時には応戦するアクションホラーが話題になっていた今作ですが、先日6月9日発売予定と公式で発表され、一部界隈では大盛り上がりしました。様々な UFO の目撃情報やエイリアンが関わっているとされる不可解な事件からインスパイアを受けており、また名作 X ファイルや1993年に公開された映画ファイアーインザスカイ、未知との遭遇などの古典的な作品からも影響を受けているとのこと。物語は1992年の郊外にあるグレイヒルという村が舞台。メディアでは気象観測用の気球の正体や陰謀論について取り沙汰されている中、グレイヒルの住人だけはある事実に気づいていた。政府は嘘をついているということに。それを警察に話すと精神科送りになることが目に見えていたので、そのことは誰にも話さず信用もできずにいた住人たちだったが、実際にエイリアンによる侵略が始まっていた。主人公ライアン・ベイカーが動物や人間の失踪事件の調査のためグレイヒルに向かうところから物語は動き出すといったあらすじになっています。皮を剥がされて血を抜き取られている牛の死骸が転がっていたり、主人公の兄弟だというボブはエイリアンに頭の中を覗かれないようにアルミホイルの帽子をかぶっていたりと、誰しもが一度は聞いたことあるエイリアンの逸話が散りばめられています。ちなみにアルミホイルを頭に巻くっていうのはエイリアンに思考を盗聴されないためにする対策です。これ映画のサインで初めて見たんですが、元ネタは100年前の SF 小説からだそうです。ゲーム操作は人間を捕まえようとしているグレー風エイリアンから逃げたり、時には納屋にあるバットや拳銃で応戦するアクションシステム。エイリアンって物理効かなそうですよね。でもこのエイリアンはね、バットで殴られると鈍い音出してめっちゃ効くんですよね。ゲームの目的はグレーヒルの住民たちをエイリアンから守りつつ、なぜこの村が狙われたのか、エイリアンたちの目的を探るといったサバイバルホラー。サイバーパンクな猫を抱えて何かを調べたりと、ムーとか都市伝説とかサイファイものが好きな人は絶対刺さると思う。また対応プラットフォームは Steam オンリーと言われていたのですが、 PS5、PS4、XS の対応も発表されました。日本語も対応されているとのことなので、6月を楽しみに待ちましょう。レベル0。2058年の近未来の宇宙を舞台とした非対称型対人戦サバイバルホラーゲーム。開発はウクライナのドッグハールゲームス。宇宙の未知なる領域を探索するため、ニューホライゾン社の研究者チームは宇宙探検に乗り出し、目的地である惑星トゥリオンにたどり着く。しかしチームは探索中にとある事件と遭遇してしまい、命を懸けたサバイバルに身を投じることになるというのがあらすじとなっています。プレイヤー人数は6人となっており、内訳は4人が科学者チーム、2人がモンスターチームに振り分けられます。4人の科学者チームは電力統制システムを修理してこの星からの脱出を目指し、対する2人のモンスターチームはテレパシー能力、待ち伏せ戦略、電力操作スキルを駆使して科学者たちを仕留めるとのこと。このゲームは光が最大の武器となり、発煙筒を使ってモンスターを撃退することが可能。また面白いのが、モンスターに捕まって死んでもそこでゲームオーバーじゃないっていうところだと思います。ドローンとして復活することができ、読めが効かない仲間を誘導したり、見つけたアイテムをチームメイトに届けたり、様々なアシストをすることができるんだとか。モンスターたちは反対に光に極端に弱く、近づきすぎるとダメージを受けてしまうので、忌々しい光源を無効化し、孤立したプレイヤーを一人ずつ仕留めていくというプレイになるとのこと。またモンスターは心拍を感知することも可能で、科学者たちの場所を正確に察知もできるらしいです。これはめちゃめちゃフレンドで盛り上がりそうなゲーム。対応プラットフォームは PC、PS4、PS5、Xbox One、 日本語にも対応しているとのこと。公式サイトでは現在ベータテストの登録も可能となっているので、気になった方はチェックしてみてください。うつろ眉。メンバー2人の国内サークル、ナユタスタジオが開発している一人称ホラーゲーム。ツイッターでプレイ動画が発表されるや否や、3
3.9 万いいね、 1.5 万リツイートを叩き出した作品です。ノスタルジックな田舎町を歩いていく映像が公開され、うわめっちゃリアルって思わずつぶやいちゃうほどのクオリティ。これ2人で作ってるってやばくない？ゲームエンジンはユニティを使用されているとのこと。詳しいストーリーなどはまだ明かされていませんが、主人公はとある出来事をきっかけに10年ぶりに母親のふるさとを訪れることになったとのこと。夕暮れに人気がない田舎町を歩いているのが映像では確認でき、お店の前にある昔懐かしいピンボールゲームで遊んでノスタルジーに浸れるのかと思ったのもつかの間、場面は変わり懐中電灯を片手に雰囲気抜群の廃屋を探索することになるようです。このジャパニーズホラーって感じのジメッとした雰囲気作り出してるのほんとすごい。外に出た時の木々が風に揺られてる音とかもすごいリアル。また隣の部屋で何かの音がした時に襖を閉じているか開いているかで音の聞こえ方が変化していたりと、恐怖感を煽る没入感が随所に散りばめられているようです。画面酔い対策もあるようで、カメラ揺れをオフにできたり、画面の中央に点を表示など 3D ゲームが苦手な人への配慮もされているので、ホラーが好きだったらぜひウィッシュリストに入れてみてはいかがでしょうか。発売は2023年内を目指しており、対応プラットフォームは現段階では Steam オンリーですが、他機器の対応も検討しているとのことでした。サイレントヒル2リメイク。2001年9月に PS2 で発売された名作が20年以上の時を経て PS5 で蘇ります。国内のみならず海外のゲームにも多大な影響を与えたオリジナルのリメイクを手掛けるのは、代表作にレイヤーズオブフィア、ブレアウィッチなどの人気ホラーゲームが連なるポーランドのブルーバーチーム。3年前に死んだはずの妻メアリーから手紙が届き、主人公のジェームスは半信半疑ながら彼女に会おうと新婚旅行で訪れた観光地サイレントヒルに向かうが、街は深い霧に包まれクリーチャーが徘徊するゴーストタウンとなっていた。ジェームスはクリーチャーと対峙し、またサイレントヒルを訪れた人間たちと出会い、自らが記憶の底に封じ込めた真実を探るというのが大まかなあらすじです。最近では PS1 や PS2 の時代のゲームのリメイク作品が各社で多数発表されていますが、コナミの中でもサイレントヒルシリーズのリメイクを作りたいっていう人は多かったとのこと。ただオリジナルが名作だっただけに、それぞれが違うサイレントヒルのイメージやまたは愛があったので、一つの方向としてまとまってなかったと岡本プロデューサーが IGN のインタビューで語っていらっしゃいました。そこでコナミからサイレントヒルのリメイクなんとかできないかと相談され、じゃあ私がまとめますと担当して、みんなの思いを一つの方向になるように練り上げていったんだとか。1ではなくなぜ2からリメイクをと思うところですが、オリジナルはサイコロジカルホラーの金字塔として君臨しているため、ブランドのアイデンティティの象徴である2からリメイクを出したいという気持ちがプロデューサーにはあったとのこと。このインタビューもすごい面白いので、興味がある方は概要欄からぜひ読んでみてほしい。ファンが多い作品のリメイクって本当難しいことだと思いますが、このインタビュー記事で開発を手掛けているブルーバーチームがビデオゲームはアートだと言い切っていたらしく、その言葉を聞いてこのリメイクは大丈夫だと私も思いましたね。サイレントヒル2は FF16 のように PS5 と次元独占契約を結んでおり、その期間は1年間。Steam のページも公開されましたが、 PC 版は1年以上先に発売されることが契約により決定しているので、いち早くプレイしたい方は PS5 でっていうことになりますかね。まだ発売日の詳しい情報はありませんので、公開されたら追ってお知らせしたいと思います。ハイバナキュラム。ドット絵が目を引く一人称視点のサバイバルホラー RPG、 開発はワームウッドスタジオ。日本語化はされていませんが、海外でカルト的な人気を誇ったプライモーディアの開発会社とあって、海外では期待値がとても高い今作。舞台は冷凍睡眠から目覚めた人々が生活圏を作り上げ、自給自足の農業、売買、また野蛮なカルトや派閥の争いなども起きている廃宇宙船。プレイヤーは3つの領域に分かれた何世紀も前の巨大な廃宇宙船を探索し、船が捨てられた理由、そして船の秘密を解き明かしていくというのが大まかなあらすじとなっています。1990年代のサイファイスペキュレイティブ小説にインスパイアを受けており、特に強く影響を受けた作品はハインラインの宇宙の孤児とブライアン・オールディスのヘリコニアシリーズとのこと。
ドット絵なのでやれることは少ないのかなと一瞬思ってしまったんですが、装備のアップグレードはもちろん NPC との物々交換、あるいは強奪もできちゃうとのこと。ドローンでの偵察や敵の不意をつくためのトラップの設置、身を守るためバリアやバリケードなんかも作れるそうです。ディーパーメナスというおそらくエイリアン的な存在と対峙した際、 NPC やコロニー全体を救うのか、あるいは生贄にするのか、究極の選択を迫られることもあるそう。また敵と遭遇する時もランダム生成を採用しているので予測できない戦闘になるとのことです。ドット絵だからこそ表現できるこの陰鬱な気持ち悪さ、嫌いじゃない。対応プラットフォームは PC のみとなっていて、2025年第2四半期にリリース予定。iOS やスイッチへの移植も念頭に入れられているとのこと。またキックスターターでクラウドファンディングを募っており、目標金額が7万オーストラリアドル、日本円で約640万のところ、現在5万1557オーストラリアドル、日本円で約475万円達成しています。前の作品が日本語対応されていないので、今作が対応してくれるかは不透明ですが、興味がある方はファンドしてみてはいかがでしょうか。ブランブル・ザ・マウンテン・キング、こちらも以前別の動画で紹介しましたが、発売日が決定したので再度ご紹介いたします。スウェーデンに拠点を置くディムフロストスタジオという会社が開発し、13人のチーム、4人のコンサルの少数精鋭で現在制作中の今作、北欧民話をベースにしたホラーテイストのアドベンチャーゲームとなっています。物語はオレという男の子がトロールにさらわれた妹を探すため、モンスターや妖怪たちが住む危険な森をさまよい歩くというところから始まります。トロールを倒すというよりも、知恵ととっさの判断力で危機を出して逃げたり隠れたりするというのが主な行動で、12月にデモプレイが公開されたので先日プレイしてみました。最初にオレが出た時は思わずショタって言いたくなるくらい、膝小僧に力が入れられた作品だなと思いました。デモは15分くらいで終わったんですが、操作性はリトルナイトメアやインサイドと似た感じのアクション性でした。アクションがまあどうのこうのっていうよりも、これは完全に北欧らしさっていうか、この雰囲気を存分に楽しむゲームだなと思いますね。太陽に照らされる木々や風に揺られる草花、花の周りを飛ぶ蝶々たち、そして序盤から流れる音楽が相まってめちゃめちゃいい雰囲気なんです。その後にノッケンという北欧諸国で有名な妖怪が出てくるんですが、これから逃げるのは最初のいい雰囲気と大きく違ってて、めちゃめちゃ怖かった。話を進めていくと、なぜノッケンが生まれたのか、なぜバイオリンを持っているのかとか、そういう出生が落ちている絵本を通して分かって、少し同情めいた気持ちを感じずにはいられなかった。あまり触れることがなかった北欧諸国の民話をこうやってゲームを通して触れることができるのっていい経験だなと思いましたね。このゲームのテーマは内気な少年が旅を通して成長していくというベースがあって、序盤は逃げるか隠れるしかできなかったオレも生き延びるためにだんだんと反撃ができるようになるんだとか。デモプレイは反撃まではできなかったので、どういったアクションプレイになるかも気になるところです。対応プラットフォームは PC、PS5、スイッチとなっていて、 PC 版が一番早くて4月27日発売、 PS5 とスイッチは約1ヶ月後の5月25日となっています。日本語字幕も対応しているので、ぜひウィッシュリストに入れてみてはいかがでしょうか。デモプレイももしよければプレイしてみてください。アンフォロー。インフルエンサーたちが多数出演することも話題となった一人称視点のホラーアドベンチャーゲーム、開発は東京を拠点にしているセラフィーニプロダクション。見知らぬ静寂な家の中で目を覚ました主人公アンは、自分の身に何が起こったのか、どのくらい気を失っていたのかも覚えていない。唯一覚えがあるのは有名 YouTuber のアキディアレスト。アンは彼女の動画で暗い日々を乗り越えていた。とあるきっかけで今度はその YouTuber が助けを求めている。アンは恐ろしい何かがさまよう家の中を探索し、脱出を図りながら過去に起きた最も辛い選択と向き合うこととなるというのが大まかなあらすじとなっています。この映像怖すぎてやばない？社会問題とソーシャルメディアの暗い影響に焦点を当てたゲームとなっていて、有名なアキディアレストやナイトなどの人気インフルエンサーたちが出演されています。設定だけ聞いてもすごい面白そうなお話ですよね。インフルエンサーたちがどういう形で登場するのかも気になるところ。ちょっと違うけど、社会問題とソーシャルメディアの暗い影響って聞くと、サーチっていう映画を思い出しましたね。一人でプレイするプレイモード、配信者としてゲームプレイを配信する場合にはストリームモードを選択できるとのこと。また面白いのが、製品にはインターナショナル版とイタリア版があって、出演するインフルエンサーがそれぞれ違うそうです。
望みは限りなく薄いと思うけど、日本版が出るってなったら誰が出るのか想像するだけでも楽しいかも。対応プラットフォームは Steam オンリー。現在デモ版が配信中で日本語字幕が間に合わなかったそうですが、製品版にはちゃんとつくそうなので、興味がある方はウィッシュリストに入れてみてください。アッドインフィニタム、こちらも以前動画で紹介したことがある作品となります。第一次世界大戦を舞台とした塹壕サバイバルホラーゲーム。開発はドイツのベルリンに拠点を持つヘカテ。主人公は戦争のトラウマを抱えながら帰還したドイツ兵。彼は塹壕での体験がトラウマとなっていて、夜になるたび恐ろしい怪物の幻覚に悩まされているとのこと。薄暗い劣悪な環境の塹壕の中で現実と非現実の恐怖を体験していくことになり、プレイヤーは彼をこの悪夢から抜け出させることが目的となっていくようです。映像では戦っている描写はなく、公式ホームページではステルス要素もあると発表されています。また第一次世界大戦という設定なので、出てくる武器などは歴史に忠実に制作されているとのこと。もともと2015年に発表されていた作品ですが、続報はその後途絶え、開発元が閉鎖との情報も出ていました。しかその後、元スタッフによりプロジェクトの続行が発表され、2021年にドイツを拠点としたヘカテが開発を担当し、最近ではスチールライジングを発売したフランスのナコンがパブリッシャーを務めることも明らかになりました。2023年4月に発売予定とのことで、対応プラットフォームは PC、PS4、PS5、Xbox One、XS とマルチに対応していますが、日本語訳が実装されるかは今のところ不明。ただ内容はとても興味の惹かれるものとなっているので、ぜひウィッシュリストに入れてみてはいかがでしょうか。レイメア1994サンドキャッスル、バイオ風 TPS 視点のサバイバルホラーゲーム。2019年にリリースされたサバイバルホラーデイメア1998の続編となっていて、名前からわかる通り前作から4年前の世界を舞台としています。主人公は軍事産業ヘキサコアの施設部隊ハデスに所属している特別捜査員のダリラ・レイズ。地下の研究施設で進められているサンドキャッスル計画の真相を明かし、人々をゾンビに変えてしまった研究の起源を探るという、どっかで見たし聞いたことあるっていうあらすじ。しかしバイオと違うのは、彼女は右腕に装備した革新的な機器で周辺を分析し、新たな謎解き、極秘文書、隠されたアイテムの発見が可能となっていて、少し近未来感のあるバイオとなっているんです。また懐かしい雰囲気を重視しているようで、90年代のホラーアクション映画を再現したようなレトロな雰囲気を味わいながら、背筋が凍る数々のホラー体験も楽しめるとのこと。敵は一度死んだと思っても凶暴化した形態で蘇ることもあるとのことで、それがこのゾンビの後ろで映り込む丸いブツブツがついたやつのせいなのかな。難易度は自由に選択することができるらしく、誰もが最高のサバイバルホラーを楽しめると公式は歌っているので、アクションが苦手っていう人でもアシストモードで遊べるそうです。 Steam のページでは日本語は対応していないとの記載でしたが、対応プラットフォームは PC、PS5、PS4、XS、Xbox One と多岐にわたっていますので、興味がある方は手に取ってみてはいかがでしょうか。アンホーリー、一人称視点のステルスメインのホラーアドベンチャーゲーム。開発はポーランドに拠点を置くデュアリティゲームスです。ソビエト連邦崩壊後の荒廃した町で起きた幼い子供の失踪事件が描かれている今作。子供の手がかりを探し求め、プレイヤーは2つの世界を行き来することになります。一方の世界は東ヨーロッパの荒廃して暗く冷たい街、そしてもう一方はアンホーリーという名の謎の司祭が支配する汚れた世界。そしてその世界でプレイヤーは恐ろしい敵と戦いながら探索や謎解きを進めていくことになり、恐ろしい真実を徐々に明らかにしていくとのこと。この作品のユニークな部分は戦闘システムにあり、それは4つの感情を駆使するということらしいです。なんのこっちゃって感じですが、怒り、恐れ、悲しみ、欲望、これらの負の感情を駆使することで、障害物の破壊やギミックの作動、回路のオーバーロード、または敵を混乱させたりおびき寄せたりダメージを与えることもできるんです。
またアンホーリーでは誰もが仮面をかぶっており、それが生死を分ける重要なアイテムにもなっているとか。自分の仮面を作り、新しいスキルを得て能力を強化したり、別の仮面をつけて敵になりすまし潜入することもできるとのこと。能力を持つ仮面っていうとムジュラの仮面を思い出しますね。ただのホラーではなく時代背景もあり、奥深いシナリオが繰り広げられるとのことなので、これは期待値が高いホラーゲームとなっています。発売は2023年内を予定とされており、対応プラットフォームは PC、PS5、XS となっています。日本語にも対応しているので、ステルスホラーを楽しみたいという方はぜひウィッシュリストに入れてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。前のホラーゲーム13世の時もそうだったんですけど、動画作ってる時に携帯が何かしら変な動きするからめっちゃ怖い。今回はボタンを押しても消えないという現象が起きました。前回は何も通知来てないのに急に画面がついた。そんな恐怖と戦いながら作った動画なので、どれか一つでも面白そうって思ってもらえたら嬉しい限りです。ぜひコメントに残していってください。このチャンネルではおすすめのゲームの紹介や英語圏のゲームのインタビュー翻訳などしていますので、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。派閥の争いなども起きている俳優宇宙船インフルエンサーたちが多数出演